皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、うん、あの薪ストーブを購入しましたので、はい、その紹介をしたいと思います。うん、で去年まではあのワンチグリスさんからご提供いただきました、うん、あの薪ストーブをね、うん、使ってたんですけど、はい、それよりもうちょっと大きいものですね。うん、なんかもう本格的な薪ストーブ、うん、で家の中でも使うことができて、あのキャンプにも、まあ、持ち出せるぐらいの、まあ、あの重量っていうか、うん、大きさなんですけど、まあ、一番の特徴は大きな窓、うん、そうだね、大きな窓っていうのと、うん、あとあのピザが焼けるっていう感じですかね。うん、で、上も結構広くて、うん、で料理をできるところが2つあって、うん、でそれプラス、まあ、そのピザも焼けるっていうので、うん、あの使い方がね、うん、結構バリエーションがあってですね、いろいろ迷ったんですけど、うん、あの武骨でかっこいいっていうのと、まあ、そこら辺も含めて、うん、ロマンチカル薪ストーブになりました。はい、うん、多分さ、でもピザが焼けるって言った時点で、うん、あ、かなって思った人はいるよね。あそうね。で結構あのいろいろ動画見たんですけど、うん、本当に美味しそうなピザが焼けてて、うんうん、ね、で、まあ、もちろん中で今も焼くこともできるし、うん、まあ、窓がねもう大きいっていうのがもうかなり窓が大きいんで、うん、それはでかいよね。もともとそういうのが欲しいとは言ってたんで、うん、窓が中が見えるのがね、そうなんですよね。はい、で、今回はあの薪ストーブ、ロマンチカル薪ストーブは一応3種類ありまして、うん、あの煙突が上出しのものと、うん、煙突が、ガラス面に向かって左側の出しのもの、はい、でそれが入れ替わったものっていうのと3種類あって、うん、でうちはですね、あの左から煙突が出てるタイプのもの、うん、ガラス面がこっちの時にね、うん、ガラス面が、僕の方向いてる時に左側が出てるから、うん、右の方が開いて右から薪を入れれるような感じ、うんうんうん、で、まあ、一応僕右利きなんで、うん、なんか右側を開けてからこう入れる方がやりやすいかなと、うん、でもちろん正面のガラス面のところも扉になってるから開くから、うん、まあ、そこからでも入れられるんですけど、うん、まあ、ちょっとそこら辺を考えて、うん、その横出しを選びました。であとはですね、あの上出しに比べて横出しの方が、まあ、上 その料理面っていうか、うん、あの夜間を置きながら横で料理をしたりとかできるから、うん、まあ、そっちの方がまあ僕たちの使い勝手には向いてるかなっていうのがあるんですよね。うんうんうん、まあ、ただねデメリットとしては煙突が横から出るから、うん、その部材がちょっとまあ多くいるっていうか、ああそうだね、うん、上に刺すだけだったらもうね、あのズボって刺してそのまままっすぐだからいいんだけど、うん、一回この L のやつをやって煙突が立ち上げないといけないから、うん、まあ、その分が、まあ、ちょっとね余計にかさんじゃうかなっていうところですね。うんうんうん、そして今回ですね、うん、横出し用のロマンチカル薪ストーブ、まあ、購入したんですけど、うん、上出し用をお借りして、はい、まあ、どこがどう違うのかっていうのをちょっとまあ比較っていうか、うん、まあ、比べてみたいなと思ってですね、はい、あまあ大丈夫かも、うん、はい、ということでですね、まあ、2つの横出し用と上出し用のロマンチカル薪ストーブをちょっと比べてみようかなと思います。はい、ね、うん、あの比べるように、まあ、お借りしたの で、ね、実際僕たちも上出し用と横出し用めちゃくちゃ迷って、はい、料理ができるっていうので買うのに、うん、料理ができるところが少なくなっちゃうとちょっともったいないかなと思って、うん、もう僕ら横出しにしたので、うん、まあ、メリットもね、上出しはもう本当にあの障害物が少ないから煙がもう上にそのまま抜けるから、うん、多分燃えやすいっていうのもあると思うんですけど、うん、自分たちのスタイルに合ったのを参考にしてもらえればいいね。そうで、あとはですね、そういうレビュー系のロマンチカル薪ストーブのレビュー系の動画もなかったので、うん、まあ、そこら辺も含めて、はい、で何かまあ参考になればなと思います。うん、はい、じゃあ早速ちょっと見てみましょうか。うん、はい、よいしょ、
はい、まずはですね、上にこんな感じでストーブの紹介のパンフレットとステッカーですね、うん、が入ってます。あとはようこそ小樽へっていうのが入ってますね。なんかすごいよね、あの一番離れてる北海道から鹿児島へ来たって思うとさ、ね、で、11月の中旬には実はもう届いてて、うん、ちょっとまあいろいろ天気が悪かったりとか都合が悪くて置いてたんですけど、うん、まあ、やっと日の目を見るということになりますね、うん、はい、はい、でこんな感じです。すごい綺麗に梱包されてます、うん、大きいね、大きい、よいしょよいしょ、じゃじゃーん、うわすごいね、とにかく上のを取って早く、あすいません、じゃあ上のちょっとあのビーコさんに怒られたんで取ります。わーすごい、あすごいね、大きいね、うん、横から正面から取れるのかな、うわーすごい、はい、重厚感があって、あこれピザストーンだ、じゃあとりあえずちょっと置いとって、うん、外観こんな感じですね、はい、一旦ちょっとじゃあ付属品の紹介をしましょうか、うん、はい、じゃあそれではですね、これが上の蓋になります、うん、で、2枚あるんですけど、こっちの方が約、まあ、180、小さい方、あ18センチ、うん、小さい方、こっちの大きい方が、まあ、約一番外ね、うん、が、27センチ、うん、でそのもう一個中が、まあ、約21センチで、もう一個中が約15センチ、なんかこの、 あの料理の鍋とかに合わせてこう段階的に開けながら調理することができるので、まあ、すごくいいです。いい、ね、うん、ちょっと入れてみましょう、うん、でそれではこちらからね、そこにほら18センチ、ね、うん、18センチの方とこっちの大きい方ね、こうで縦出しはここに煙突がきます、うん、横出しはここ広く使えるんで、うん、ね、いいかなっていう感じですね、はい、はい、お次はですね、あのピザストーンですね、うん、デロンギジャパン株式会社のもので、型番が PS-CN っていうものらしいです。これ結構ちゃんとしたピザストーンみたいだね、まあ初めて知ったんですけど、うん、あーすごい、ピザって書いてあるじゃん、うん、なんかいろいろ書かれているピザストーンの取り扱いについて、本製品は1300度の高温で粘土を焼き上げたもので、温度変化に強く丈夫です。食材から出る水分や油をよく吸収しますので、パリッと焼き上がります。天然素材かっこ粘土のため色が均一ではありませんが、品質には影響ありません。少々傷や亀裂が入っていることがありますが、ご使用には全く問題ありません。で使用上の注意ですね、食材はピザストーンに直接置き、油やオイルなどは絶対に使用しないでください。で必ず調理温度でピザストーンを予熱してください。オーブンを予熱する際に庫内に空のピザストーンをセットしますので、とにかく急激に高温の中に入れるなっていうこと、ね、そうそうそう、うん、ちょっと測ってみようか、横が約26センチで、縦が約 23.7 センチで、厚み結構思ってたよりないですね、1センチですね。これは薪ストーブの下の方に引き出しがあって、そこに入ります。まあ後で入れてみましょう。でちなみにこのピザストーンの台はオプション、うん、ですです、ピザストーンと今この開封しているこの足長さんですね、はオプションになります。まあ結構重厚感ありますね、これは感動だろう。はい、それではこの足長さんつけていこうと思います。これをまず長さんっていう名前もいい、寝かせます。あこうか、はめ込むの、うん、あこうだこうだ、あここに乗せるんだ、へえ、一旦入れてみよう。今日もちょっとあのちっちゃいモンキーレンチを忘れたので、まあ、忘れたっていうかマイナスドライバーかと思ってて、マイナスドライバーとプラスは持ってきたんですけどね。あここも超ネジにしてもいいかもね。これ近くのこれ。ああこれね。またキュッキュッて締めれる。ね、うん、そうだね。まあでもしっかり固定しないと途中で倒れるっていうことはないと思うけど。
どうした？どうした？上からカポってするだけで。こう？え？そうそう。カポって？これでいいの？うん。あ、これ？うん。ここにあれ入れるだけ。あ、そうなんだ。で、ここの足がここに乗ってるだけ。あー、かますんじゃないんだね。うん。これって一回一回外すの？うん。あ、じゃあちょっと楽な方がいいでしょ。楽な方がいいね。はい、ちょっと持ち上げます。よっこいしょ。おー、いいね、かっこいいね、かっこいい。全体像はこんな感じですね、うん、ちょっとじゃあ寸法測りましょうか、いつものように、はい、全部寸法を測っていきますよ。こっちの長手の方が、うん、58センチ、はい、ではこっちの奥行きですね、うん、奥行きが扉の前面までですね、37センチ。で、本体だけの高さね。本体だけの高さ。ピザの引き出しも入れた方がいいよね。約39センチ。今度はこの、板の上から足長さんをつけた状態の高さが約58センチあります。で、窓の大きさが、窓大きいよね、めちゃくちゃ。約 41.5 センチ。横がね。で、縦が約21センチ。めちゃくちゃでかいです。でかい。こっちの横の窓ですね、うん、横の小窓が、まあ、約8センチ、うん、で、高さが、まあ、約5センチ、はい、で、ここにこの、吸気口があります、うん、あ、俺動画で気づかなかったけど、ここシンボって刻印があるんだ。すごい可愛いよね。可愛いね。新聞製作所さんの、うん、なんて新聞製作所さん、うん、さっき見て、あ、ここ言いたいって思ったけど先に言われた。へえ。で、ちょっと開けますね、うん、こういうふうに開けました、はい、で、開けたところの開口ね、約 19.3 センチ高さね、うんうん、で、こっちの横が、まあ、約 17.2 センチ、うん、大きいよね。大きい。結構長い巻き入ると思います。ちょうどの寸法で52センチ、うん、あるから、まあ、45センチぐらいの巻きだったらもう十分入るね、うん、で、正面のこの扉を開けるとこういう風になってます、うん、で、こっちもかなり広くて開口が約 40.5 センチ、うん、で、高さですね、うん、が 11.3 センチあります、うん、そしてここね、例のみんな大好きピザストーン。そう、あ、こういう風になってんだ、うん、ここが 26.5 センチ、うん、で、こっちの縦方向奥行きが、24センチあります、うん、で、ちょっと乗せてみて、乗せてみよう。ピザストーンを乗せると、あ、ぴったり。あ、少し、あ、本当だ、ちょっと余裕が、余裕があるぐらいだね、うん、このままこうやって入るんだ。はい、こうやって。あ、楽しみだね。すごいね。すごい。で、これなんか割るといけないから一旦取っとくね、うん、はい。で、あとこの、中のね、薪ストーブの中のこのパーツなんですけど、この火受けっていうらしいです、うん、で、これが傷むんですよ、うんうん、こいつが一番傷んで、うん、で、うちもほとんど焼くのは燃やすのは針葉樹ですね、うん、針葉樹火力がね、結構瞬間的に上がりやすくて、うん、傷めやすいんですよ、うん、でも、この新房製作所さんのロマンチカラ薪ストーブ、多分他のやつもだと思うんですけど、うん、もう針葉樹ガンガン燃やしちゃってくださいということで、うん、で、これが傷んだら、うん、これね、2000数百円で売ってるんですよ、予備パーツが、うん、そうなんだ。なんかガンガン使えます、はいはい、なんかこれが傷むともう薪ストーブなんか寿命かなみたいな感じらしいんですけど、うんうん、だからやっぱこれが一番傷むのかな、パーツ的に、うん、だからそこがね、安くて交換できて長く使えるっていうのはね、コスパいいよね。いいね。それではですね、横出しのロマンチカル薪ストーブと上出しですね、うん、煙突上出しのロマンチカル薪ストーブを並べてみました、はい、で、ちょっとどこが違うかですね、見ていこうかなと思います、うん、横出し煙突のロマンチカル薪ストーブと比べて、うん、もう絶対的に違うところは煙突がこの上につくところですね、うん、これをここのネジで止めて固定して、うん、ここに煙突をズボッと刺します、はいはい、106倍の煙突ですね、うん、だから、まあ、こんだけもう
違うんですよ。こっちと比べてみれば分かるんですけど、うん、まあ、ここ煙突と、まあ、こっちが煙突だから、ここはまあ使えるっていう、なんかまあ僕的のイメージではここにまあ夜間を乗っけて、うん、お湯を沸かしつつ、うん、あとまあ加湿もできるじゃん、うんうん、お湯置いてればさ、うん、お湯っていうかお夜間置いてればでこっちで料理をしながらみたいな、うん、っていうのもできるかなっていうので、まあ、それに比べてこっちは煙突がまっすぐ立ってね、うん、あの煙の波形はいいっていうのあるんだけど、うん、調理スペースがまあちょっと若干狭くなるっていう、うんうん、まあ、そこら辺はもうあの使い方と好みの問題になりますので、うん、まあ、どっちがどうっていうのはないですけどね、はい、であと違うところは、うん、ここですね、こういうふうにあの吸気口があります、うん、こっちは横出し用はこの右側面は煙突が来てるのでないんですよ、ここですね、あ、はいはいはい、ね、うん、でここの位置にこの吸気口が来てるっていう感じですね、うん、だからあのさっきほら火受け説明したんですけど、うん、がここについてます、はい、向こうの方は横についてたじゃん、うんうん、最初で説明したのがさ、うんうん、あ、本当だね、うん、が上についてます、そうか、その仕様で全然違うんだね、そうそうそう、だからまあ本当にあの使い方によって選べます、うん、はい、まあ、本来火っていうのはさ、うん、あの燃やしたらまあ上に行くじゃん、煙も熱気も、うんうん、だからこっちの方がまあ理にかなってるっていうか、うん、いいと思うんですよね、うん、こっちはもう横だから、うん、で煙突っていうのもなるべくまっすぐの方がいいみたい、あのくね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 曲げるよりはさ、あ、そうなんだ、うん、あとはもう正面の方もこんな感じで、うん、まあレンタル用ですので1回使ってありますけど、うん、はい、一緒です、はい、でこっちの側面の方も同じですね、うん、でほらこっちの方に奥の方に吸気がないでしょう、うん、本当だね、うん、さっきはあったもんね、だからそれが上に来てるっていうことでね、そうそう、なんかこっちの方は火力の調整はしやすいかもしれないね、あ、そうだね、両サイドに吸気口があるからさ、うん、違いは以上、うん、はい、じゃないっけ、うん、あとはもうピザストーンも同じなので、はい、こっちとこっちとね、はい、ということでですね、あの2つの違いをまあ説明したわけなんですけど、うん、まあ、どちらもですね、甲乙つけがたいです、はい、まあ、好みで決めてください、うん、それはね、うん、好みでね、かっこいいよね、かっこいいし、もう本当存在感すごいね。ね、うん、はい、でですね、うん、あのこっちの横出しのロマンチカル薪ストーブは税込み66,200円です。とオプションのピザストーンとこの足長さんをつけた価格ですね、はい、が66,200円になります。はい、まずですね、あの購入した煙突はこちらが全てになります。まずこちらの煙突は品番がですね、煙突-004。ステンレス煙突エビ曲がり90度、90度の曲がりの、パイ106ですねになります。これがスタートですね、こうこう上がるやつで、次が品番煙突003の半直管457mm っていうやつ、ただのまっすぐなやつです。で次が、煙突の一番上に来るやつですね、かさ網仕様、品番が煙突-K80-008 っていうものになります。先端が、80倍になるんですけど、マトリョーシカの先端が80倍ですので、そこに差し込めるようになってます。で次が品番ガイド-リング、煙突支えガイドリングですね、が大小の2枚、どっかあの入るところでいい感じのところで、これを止めたいと思います。で次が品番煙突の011半伸縮管っていうやつですね、ここのネジを緩めて、伸び縮みすることができます。でこれで、煙突を、テントから出す場合にあの調整して、まあ、いい感じのところで止めれるようにということでこいつを選んでみました。で次がですね、こいつ品番煙突-013ダンパーです。見るかな、うん、こういう風にね、うん、はいはい、空気の出し入れを調整できます、うん、まあ、ゆっくり燃やすときは、まあ、これちょっと締め加減でこんな感じですね。で一番最後が、品番煙突-K80-106MA マトリョーシカ煙突です。全長が2100、2メーター1センチ、全長がですね 2100mm、 収納時 470mm、 入れ子式煙突っていうやつですね。なんかこれ出すと、うん、
ペトロフスカだから中から出してくる。そうそうそう、ちっちゃくなってる、うん、結構いっぱい入ってます、うん、こうで、こんな感じですね。5本、うん、5本で、一番上が80杯になってて、これがこう入ります、うん、あ、こんな感じでね、はいはい、で、このちっちゃい方がここに入ると思うんですよね、ほら、上の方に、はい、で、こうやってここで引っ張るっていう感じです、うんうんうん、もう一個下のやつが多分こいつだから、あ、ここだわ、うんうん、2本目のちょうど真ん中ら辺で止まる感じですね、うん、もうここら辺も好みだね、うん、はい、それでは煙突の金額の方、発表したいと思います。まずこちらから順番に810円、うん、910円、5700円、高いです、うん、で、2枚で3700円、うん、で、こちらが2930円で、ダンパーが1930円、うん、で、マトリョーシカ煙突が1万7300円、結構します。急激に値上がった ね。で、煙突の合計は出してないんですけど、うん、とロマンチカル薪ストーブと煙突のセットですね、はい、で、商品合計が9万9480円となります。うーん、高いです。いい値がしますね、うん、いい値段がしますけど、はい、絶対長く使えますので、うん、だよね、うん、アウトドア好きにはもうたまらないです、はい、だから私は言いました、薪ストーブ界のペトロマックスです高いけど物が良くて長く使えるから、うん、まあ、結局安いんじゃないのみたいな、うんうん、まあ、安くはないんですけどね、買う時はね、うん、長く使えるものですよ、はい、はい、じゃあこの煙突を、薪ストーブの方にセットして、うん、ちょっとまあ、引っ張れるかそこら辺も試しながらですねやってみたいと思います、はい、とりあえずちょっと曲がってるやつと半直管、うん、ストレートのやつとダンパーと刺してみました、うん、いいですね、やっぱりぴったりです、うん、106倍のサイズ、うん、あ、めっちゃ高い、ちょっと持っとかないと、うん、これやっぱ横出しだから横に持ち直でダイレクトに重みがかかるってかかっちゃうかかいいよちょっと仮で一旦全部引っ張るね、うん、はい、立ちました。すごくいいじゃないですか。煙突の高さがカズさんと比べたらこんな感じですね、まあ、今回はまだこれ使ってないんですよ、うん、伸縮管、うんうん、で、実際はテントの中に今入れるじゃないですか、うん、で、テントの中で使用する場合はまあ自己責任なんですけど、うん、フラッシングキットっていうのをテントにつけます、うん、だからテントに穴を開けて、うん、で、その中に耐熱シリコンみたいなやつがあるんですけど、うんうん、その中を通して煙突を外に出すんですよね、うん、で、その時にその穴を開けないといけないんですけど、うん、マトリョーシカのここがそのフラッシングキットのところに来ちゃうと高さが微妙に変わっただけで隙間ができるんですよ多分、うん、フラッシングキットに穴を開けた場合、うん、だからそこにはこのまっすぐの管があったじゃん今こいつかここまっすぐの管、うんうんうん、だからそれをそのフラッシングキットの位置に持ってきてそこから上にこのマトリョーシカ煙突を持ってこようと思ってるんですよ、うん、わかるけ言うことが、うん、まあそれまたその時の動画で説明してますけど、うんうんうん、だからこれはそれ用の調整になります、はい、だからこれは使う場合はここの1本目に来るかな、うん、曲がりの後の1本目が来てでダンパーが来て、うん、で今この直管半直管、うん、のやつが来てからその上にマトリョーシカ煙突が来るような感じ、はい、っていうふうに、ま、考えてます、うん、正面が空いてるのに横から入れるちょっと考えておいた方がいいね。ね、こんな感じでいいかな、うん、これを上に乗せて、はい、よいしょ。ここ使うか。
この上でしようか。安全によろしくお願いします。八百万の神様たちへ安全を祈願しまして。はい、八百万って言うの、なんでそんなの知ってんの。ん、知ってるからよ。はい、じゃあ火入れします。はい、はい、着きました。だいぶ寒くなってきたからあったかいかもね。うん、まあ、今回は初めての火入れなんですけど、うん、あの塗装の焼き付けも兼ねてますので、はい、本体から結構煙が出ます、うん、閉めていいかな、うん、でこっちの空気も開けますね。癒しだわ。どうした急に。ちょっとお腹をね、うん、ぽくなって。いや、癒しじゃない、すごいよね。あのペトロマックス最初火つけた感じ。癒しだけど本当に芋を持ってくればよかったってすごい後悔する。あ、出てきた、ほらほら。あ、本当だ、あ、こっから出てくるってことね、うん、この上から煙が出てきてる、うん、ほうほうほう、今焼き付け中、見える、うん、見える見える、うん、こういう隕石がいるの。あ、上あったかい。あ、すっごいあったかい。めちゃくちゃいい雰囲気が出てる。炎を見るだけでお腹が空いてくる。もう時間が12時だよね、うん、あれだけなんか持っていかなくていいのって言われたのにすっごい後悔してる。結構効いたよね。うん、結構効いた。何も持っていかなくていいのって。最高だね、うん、最高だよ。お前から離れられんわ絶対。わあすごいね。だって温かいご飯もさ、うん、食べれるわけでしょ、うん、いやまあまあストーブでもできるんだけど、うん、またなんかこの中が見えるっていうのが全然違うんだね。ねえ、気が入るからさ。少しく持ってきたってことでしょ。そうそうそう、だから今たった何分か使っただけでこれだから、うん、多分一晩で使ったらここも真っ黒だもんね。こっち半分は、ね、まあ灰を濡れたなんかタオルにつけてからこうやってやれば取れるしですよね。うんうん、いやそれは分かんない。見てて、あ、取れるでしょうね。で匂いもちょっともうだいぶしなくなってきたから、うん、火をそろそろ弱めていって、まあ、から焼き OK かな、うん、はい、それではですね、うん、薪ストーブ、うん、ロマンチカル薪ストーブ、あの火入れの方終わりましたけど、はい、どうだったでしょうか。まあ、あったかいし、かっこいいし、ね、最高、うん、
まあ、塗料の焼き付けが、うん、まあ、メインの、あの今日はヒレだったわけなんですけど、うん、まあ、から焼きっていうんですかね、あの結構煙出て、うん、まあ、それなりの、うん、匂いがしてました、うん、はい、まあ、これ最初からテントの中だと、まあ、ちょっときついかなという感じですね、うんうん、だから外で一回、まあ、焼いて、うん、テントの中で使うと、はい、まあ、だいたい時間にして 4,50 分ぐらい、うん、どのぐらいすればいいか分からなかったけどね、うん、だからまあそれなりに、あの最初は最初あのなんだっけ弱火から、うん、おがくずで、うん、ゆっくりまあ火をつけて、うん、でそこからもうあの火力を急に上げることなくゆっくり火を上げて、うんうん、大きくしていって、まあ、徐々に徐々に温度を上げていって、うん、まあ、急激にやっぱりね温度を上げると鉄板が曲がるかなと思ったりして、うん、なんかそういうの前あの教えていただいたような気がしたので、うん、まあ、そこら辺気をつけながらやってみました、はい、で、まあ、煙突の方も若干変色はしたものの、ね、何ら影響なくて、うん、うん、何も問題ないですね、うん、問題はないです、はい、うん、まあ、下があの106倍で上が80倍ですね、うん、マトリョシカであのだんだんこうテーパー状になってて上がまあ80倍に細くなってるんですけど、うん、まあ、全然あの排気の方も綺麗に出てくれて、うん、ね、うん、何ら問題なくできました、はい、はい、まあ、次回は、テントに穴を開けるっていうのと、うん、次回はっていうか次回使うときはでしょ、うん、そうそうそう、うん、次回の動画とかじゃなくてね、うんうん、まあ、次回あのキャンプ動画になるか、うん、あのそれだけの動画になるかはわからないんですけど、うん、実際にテントに設置して、うん、まあ、大体どこら辺にあの使うかっていうレイアウトも考えつつ、うん、でそ の, あの煙突位置のところにフラッシングキットで穴を開けて、うん、で煙突を出して使うっていう感じになるのかな、うんうんうん、っていう、まあ、ちょっと近いうちにしたいね、うん、したいした、うん、ね、どうせなら泊まりたいけどね、まあ、泊まれなかったらもうテントを1回立てて、うん、デイキャンプみたいな感じでするしかないね、はい、でね、はい、あとは言いたいことは何かあるけ、いや、ない、また使ってみてからでしょだね、うん、今日はもう全然わからない、うん、で次は何かいろいろ焼きたい、とりあえずだね、ね、で、あの、なんだっけ、あのスキレットの素材の、うん、あの蓋付きのやつとかあるじゃん、うん、あれ、なんてダッチオーブン、うん、っていうんだっけ、うん、っていうのかな、わかんない、あれ、まあるじゃん、うん、あのお店さ、アウトドアショップ行ったらさ、うんうん、ああいうのをそのまま中に入れて、うん、火をこうやりながらも多分美味しいし、うん、上に乗っけても多分いいと思うわけ、わっすふっくらなのもう言わなくていいよ、もう本当今お腹すきすぎてるから、うん、もう顔がにやけるね、え、うん、ピザも焼けるし、芋も焼けるし、もう楽しみだ、最高だね、うん、楽しみ、想像してたもん、あったまりながらいろいろ、まあ、ということでですね、はい、まあ、縦出しと横出しの比較と、うん、あと空焼きっていう流れで紹介したんですけど、うん、はい、まあ、それ以外にもし何か、うん、あの気になることがあったらですね、はい、コメントで言ってもらって、はい、で、まあ、分かる範囲で、うん、まあ、お答えしたいかなと思います、はい、ということでですね、今回の動画は以上になります、はい、はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。